これは市街地を循環するスローライフバスです。市民からの要望に応えて平成15年から運行が開始され、掛川駅を起点に北回りと南回りがあります。一周の所要時間は両方とも約45分で、1日19便が運行されています。このバスは乗車区間に関係なく1回につき100円で利用できます。予想を上回る利用客があり、ショッピング、通勤通学、市内観光など利用目的は様々です。こうしてゆったりとした気分で乗ってみると、今までに見たこともない素晴らしい風景を楽しむことができます。これがスローライフバスのゆえんでしょうか。